はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。なんかニコニコ動画が復活したみたいで、1ヶ月以上取りためてたですね、 YouTube には上げててニコニコには上げらんないっていう動画をですね、50ぐらいかな、それ上げる作業をしなくちゃなーって思ってるんですけれども、パリ五輪フェンシング男子フルーレ団体、イタリアを下し金メダル、頑張りました。イタリアが銀だかな、フェンシングだけで5つのメダル獲得しちゃったそうであります。参加した部門全部メダル獲得、金メダル男子エペ個人加納光輝選手、金メダル男子フルーレ団体、銀メダル男子エペ団体、銅メダル女子フルーレ団体、銅メダル女子サーブル団体、全部出た種目全部勝った、女子は個人は出なかったんだな、してみっとな、突出した個人の力でなくですね、団体で強いって、ばらつきがなく、男女ともにすごいってことはですね、コーチがすごいのかな、これは世界最強フェンシングでは世界最強チームって言ってもいいんじゃないですかね。コーチはですね、エルワン・ルペシューさん42歳、もちろんフェンシングの選手で、左利きのフランス人で4度のワールドチャンピオンと4度の欧州チャンピオン獲得という経歴を持っております。準決勝でですね、開催国フランスを下してますけれども、フェンシングの判定は電気式ですね、電極ついててね、柔道であったような紛らわしい判定が完全排除されたことも大きいのではないでしょうか。ズルできないから日本チームにとってはいいんじゃないでしょうかというですね、特に深い意味はないですけれども、男子ゴルフ松山英樹銅メダル獲得、五輪のゴルフ競技で男子のメダルは初だそうであります。頑張りました。こちらも、金メダル獲得の柔道団体、柔道の団体競技、男女3名ずつの6名出場するんですけれども、フランスチーム全員黒人もしくは黒人ハーフでした。陸上短距離や柔道みたいな瞬間的な筋肉の強さが求められる競技ではですね、黒人がやはり強いんだなぁ、白人選手とフランス代表を争ったんでしょうけれども、勝てなかったんですね、白人選手が代表を決める争いで。フランスではですね、柔道は礼節を学べるとして大人気だそうであります。競技人口53万人は本家日本の4倍の柔道大国、世界一ですね。その頂点の五輪代表が黒人さんたちということで、まあそもそも白人さんたちよりも柔道向きなんでしょうね、これね。日本人は黄色人種だけど、どうなんでしょうね。フランスで確か人種的にはゲルマン系の一種のアングロ人だった覚えがあるんですけれども、違うかもしれないですけど、イングランド島に行ったサクセン人とですね、交わって、アングロサクソンっていうのが英語圏の主流の人種になったんじゃなかったっけな、うろ覚えであります。まあ違うかもしれないですけど、イングランド島って名前自体がですね、アングロ人の島っていう、そういう意味だそうであります。日本柔道もですね、90キロ級に日米ハーフの村尾三四郎選手、100キロ級にやはり日米ハーフのウルフ・アロン選手が出てますしね、陸上やマラソンとか駅伝とかバスケなんかにもたまに黒人ハーフの高校生とか出てますもんね。黒人柔道向きなんだなぁ。すごいなぁ。代表戦に敗れて代表になれなかった白人さんたちも、まあ、気の毒ですけれども、まあ、しゃあないね。筋肉繊維が違うらしいからね。トライアスロンに参加したベルギーのクレア・ミシェル選手、大腸菌感染症で4日間の緊急入院したそうであります。今は退院したということで、よかった、よかった。スイスのアドラン・ブリフォード選手、こちら男性、クレア・ミシェル選手は女性、胃腸炎にかかり5日開催の今日ですね、混合リレー競技を棄権すると発表になっておりました。世論です。うわー、どうすんのこれ。狂気の沙汰、多様性だぞ。鉄人でも耐えられないレベル。フランスでは
フランスは死ぬかもしれないレベルじゃないと入院させないぞ。トライアスロン連合、水質は非常に良い。ヤクルトを飲んでた人は大丈夫。サバイバルレースだから内臓も強くないといけないんだぞ。金メダル金メダル、東京五輪でも水質は散々言われてましたけど、事後に入院っていうのはなかった記憶があるんですよね。どうしてもあの東京五輪をというか日本を腐したいパヨがユリコが報道を規制したって投稿してましたけれどもね、こんなんだから話通じないんだよね。為替相場1ドル161円ぐらいだったのに、今日142年になりました。1割程度円高に、1割強ですね、程度円高に触れました。株式市場3万8000円から4万円のレンジで動いてたんですけれども、今日の終値は3万1393円と、1万円近く、その時から比べると1万円近く暴落。昼過ぎからの右肩下がり曲線がすごかったであります。今見たらですね、たった1日で4451円、昨日より下がってて史上最大の下落だった模様であります。日銀がですね、あの0から 0.1% だった政策金利を 0.25% にすると発表。政策金利っていうのはあの確か、日銀が普通の銀行、まあ三菱とかみずほとかにあの金貸す金利のことですね。円を低金利で借りてそれを投資していたブラックロック、バンガード、フェデラリーなどの海外の投資会社がですね、日本も利上げすんの、今後も円の金利が際限なく上がっていくのではって恐慌を起こしたそうであります。慌てふためいて、混乱してる。まああの30年以上もゼロ金やってましたんで、まさか日本が金利上げるとはって、衝撃だったんですかね。円はゼロ金利っていうのが常識化してたんでしょうね。入社以来、もうすぐ定年だけど日本はゼロ金利だったっていう人もいるだろう。恐慌のあまり借りてた円を返すべく手持ちのドル売って円を買い戻す動きがあった。で円高になってると、円が欲しがられてる、円高になった。同じくですね、借りてた円を返すべく緊急で円が欲しい大手がですね、手持ちの日本株を叩き売って円を確保イコール株安に。まああの円高になるとあの株は下がるですよ、傾向にあるんですよ。ドル換算すると同じみたいな感じでね、上がったと言ってもまだ 0.25% なんだけどな。アメリカの政策金利に 5.25% は全然違うんだよ、慌てすぎなんでは。岸田のせいだっていう声もすごく多かったであります。岸田が、トランプ大統領候補の、円安許さねえっていう発言にビビりまくって日銀に金利上げさせた。 0.1% だったんだから 0.15% とかにすればよかった。岸田のせいで、恨む声がすごく多かったであります。大損こいた人はまあ恨みたくもなりますよね。 0.1% ではよくて 0.25% ではダメっていう、あのギリギリの投資してたんですかね、海外の大手はね。それはダメだろう。日本も金利上げることがあるのっていう強行だったらいいのよ、狼狽だったらいいんですけど。大手の多くはプログラミングで売買してて、損切り設定値に達すると問答無用で全部自動売りなことも急激な株安の一因と言われておりますけれども、プログラムで売るから様子見全然しない。もうあの自動的に、機械的に、まあ機械ですけど、それでもまだね、半年前よりも、上がってる株が多いであります。日本企業の成績が下がったわけではなく外部要因による株安なんで、外国大手の狼狽売りが収束すれば、外国大手が借りてる円を返しきれば、じりじり上がっていくと予想いたします。まああの投資は自己責任でやってもらいたいんですけど、私の株と為替の解説はこんな感じですね。私の地域の今日の最高気温は35度でした。8月に入ってあの風に秋を感じることもありますけれども、まだまだ暑いであります。東京23区
人口982万人の、7月の熱中症死亡者は123人、昨年7月の2倍、2割増しだそうであります。お悔やみ申し上げます。全国は、まあ、982万円の、万人、12倍強なんで、まあ、123人の12倍強っていうと、まあ、1500人程度亡くなっているのかなーという予想いたします。データないですけど、23区の事故の内訳は、60歳以上が 96%、98% が屋内で死亡と。エアコンなし28人、エアコンあっても未使用79人、多いなぁ。あの、半分以上だな。エアコンを使用してても死亡が14人。エアコン使ってても、なくなっちゃうの。驚きましたよ。世論です。昔の暑さはこんなもんじゃねえ。今の若い者は。と言いつつ。我慢強いんじゃなくて暑さセンサーの衰え。3度立ての親父さんはエアコン拒否で救急搬送。エアコン使っても死亡？壊れてたんじゃなくて、あ、その可能性ありますね。古くて温度下がらなかったとか、脳の快適温度が23度で、体の快適温度が27度だそうだ。まずいと思った時は手遅れなのが熱中症。行政やテレビで設定温度28度を推奨してるみたいですけれども、室温が28度だったら熱中症にならないってことらしいんですけれども、設定を28度にしてもですね、室温が28度でなければ、室内でも熱中症の恐れありますね。脳の快適温度は23度。これは知りませんでした。昔からあの図鑑測熱っては言いますけれども、気温23度だと T シャツではいられないぐらいですね。私、あの、特に寒がりですから、貧血で。というわけで皆様も、テレビが言う28度設定を信じずに、温度計を用意して100均で買えますから、室温を28度以下にしてですね、熱中症を回避しましょう。私の部屋ですね、あの、狭いんで、よく冷える。今見たらエアコン29度設定なんですけど、室温 27.1 度になってました。8月6日の明日は、広島追悼式典、ありますけれども、今年は逮捕者出るかな。外部から殺到するパヤどもは、市民の追悼の邪魔せず、静かにしててよねって思ってたら、原爆ドーム前に集合するらしく、労働組合のアカウントがですね、集合を呼びかけてました。86広島大行動24、8月6日7時、朝7時、原爆ドーム前集合。早いよ、朝。今こそ広島から戦争反対、核戦争阻止の声を。だってこんなのはね、アメリカとかロシアとか中国の核保有国の大使館の前でやってくれよ、こんなのは。なんで原爆ドームでそんなことやんできちゃうの？お門違いだ。世論です。静かに冥福を祈るのが86だぞ。テロリストじゃね、こいつ。戦う気満々で草。なんかあの、粉砕とか書いてありましたね、ポスターに。だから嫌われるんだよ。ロシアでやれよ。バカ最悪でも来んなよ、迷惑なんだよ。参加費500円ってなんだよ。共産党の集金か。ドームはエリア規制されてるから入れないんでは。平和式典を妨害する自称平和主義者。これ毎年原爆ドーム周辺で騒いで叩かれてる連中だろ。やっぱパヨは人間じゃねえわ。賃上げとか労働環境改善と何の関係があんのこれ。粉砕に戦争に打ち破るってもう戦う気満々と。今年はあの対策取られて、いつも騒いでるドーム周辺には入れないそうなんですけども、無理やり侵入して逮捕とかもあるかもしれないですね。労働組合がなんであの広島追悼式典妨害活動をやるの？なんで仕切ってんの？あんたら。これとね、労働者の待遇改善、全く関係ないと思いますけどね。あとね、あの、救助を守れであるとか、原発なくせとかも全く関係ないんじゃない？労働者の待遇改善に。原発止めてたらね、あの、電気代高くついて、企業が儲かんなくてかえって賃金上がらない逆効果なんじゃないの？これに参加する資金を捻出するためにですね、出店料500円ぐらい取る野外イベント、を毎年何回もやってる埼玉の共産党地方議員、いましたっけ？多分年齢的にはもう引退してると思いますけれども、もう広島に行く元気はないと思いますけれども、嫌がられるばかりなのに、その熱意はどこから？共産党議員、その熱意はどこから？ああ、来てるのに全然わかんない。共産党が都道府県委員長会議開催。
党勢拡大運動は目標に達していない。ざんまあ、8月9月の活動が党の命運を左右するぐらいの意気込みで頑張ろう。いよいよ苦しいんじゃと話題になっておりました。世論です。やっぱり苦しいんだな。諦めてもいいぞ。党員はほぼほぼ後期高齢者。この暑さでだいぶ減るだろう。ひどい。100年かけても何の実験も実績も残せてないのでは。本部建て替え5億円集まらんのか。金くれってことだろうな。選挙は毎回確かな手応えで前進してるのになぜ。って言ってますね。今年で戦後79年ですね。一番左翼洗脳がきつい世代で、共産党員のボリューム層は74歳、75歳、76歳、77歳、78歳ぐらいの方々ですかね。最新の平均寿命、男 81.05 歳、女性 87.09 歳でした。女性はまだまだですけれども、党の男の共産党員、上の方、そろそろこれに到達しますね。まあ、特に深い意味ないですけどね。今日の単身です。Z 世代向けの企画マーケティングを行っている僕と私とっていうところが18歳から39歳の社会人355人を対象に調査。恋愛経験がないが 40.5% という驚愕の結果になりました。驚いた私、これ18区だったら高校出たばっかでそうかもな、思うんですけど、対象39歳までなのに4割も経験ないの、恋愛経験。じゃあ私が池袋で大量に見てるイチャイチャカップルたちは一体何者なんだって話。50代初老の私にとって今世紀最大の謎ですよ、これ。って思った。職員2人をいじめ殺した疑いがある兵庫県知事、推薦政党や県内の市長たちからも辞職を求める声が上がりました。島根県知事も参戦。百条委員会で証言する予定だった方が証言前に自殺された。プライバシーの秘密を知事周辺に握られ、証言者らバラすと言われていたと文春記事にあった。これがもし真実だとしたら脅迫罪、刑法違反だ。これ誰が逮捕されるかもしれないですね。脅迫の音声とか残ってたらいいんですけどね。帝国データバンク発表。昨年の喫茶店の倒産件数は一昨年の倍で過去最多。人口に合わせたですね、喫茶店の数に調整中なので慌てることはありませんね。後継者が見つからなかった経営者が高齢となって店じまいした件数も多いと思われます。やっぱりね、個人店の、経営者、団塊世代がやっぱボリュームゾーン、共産党と一緒で、個人店の寿司店、そば店、とんかつ店なども経営者の高齢化でですね、店じまいラッシュが来るって数年前から予想されて、いましたしね。私個人としてはとんかつ個人店と、昭和の喫茶店が減っていくのは悲しい、悲しい。とんかつ和光とかのチェーン店も好きなんですけれども、まあまあとんかつの個人店は味わいがありますよ。あとは昭和の喫茶店ね、真っ赤なナポリタン出すような、あとなぜかカレーは必ずあるみたいな昭和の喫茶店、減っていくのは悲しい。なんかカフェドクリエとか、なんだチェーン店ドトールとかそんなばっかになっちゃうとね、悲しい。というわけで株価大暴落と円高の分析しましたけれども、ちょっとは参考になったでしょうか。海外の投資会社大手が円を買い仕切ったら収まると思いますんで、皆様慌てて損切りで売らない方がよろしいかと思います。なんつってね、自己責任でお願いしますよ。くれぐれも靴沢がこいつだからなんて、後で恨まないでくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。